Hello everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はこの出来上がった作品をきれいに仕上げるトリックいくつか紹介したいんですけど、まず一つ目はコロコロですね。これで出来上がった作品を小さなホコリを取ることができるので、ちょっと毛羽立ってしまう時もあるので気をつけながら利用していただいて、毛糸の種類によってはね、すごくこうほこりを取ってしまいやすいものもあるから、このものを使うといいですね。はい、1つ目コロコロ。はい、それから2つ目なんですけど、こういうタッセル少しちょっと伸ばしたいなっていう時ありますよね。そういう時には少しスチームを当ててみます。だんだん綺麗になってるでしょ。だいぶまっすぐになってきた。もうちょっとかな。もうちょっと違う当ててみよう。ちょっと見えるかな、すごく上手だったっていうのが分かるかな。アクリルだから仕上げるぞ。きれいに、はい、きれいになりましたね。簡単。はい、そして最後はエチケットブラシです。毛並みを揃えておくと、そうですね。揃えた。綺麗になったよ。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回皆さんお会いしましょう。 Thank you for watching. So, see you next time. Bye bye.